レンヌでのグロシツキ、カミル・グロシツキは、ポーランドシュチェチン出身のサッカー選手。ウエストブロムウィッチ・アルビオン FC 所属。ポジションは、MF、FW。スピードを武器とするウィンガーである。地元シュチェチンのクラブである、ポゴニシュチェチンのユースで育ち、2006年にトップチームデビュー。2007年にレギアワルシャワへ移籍後、2008年にスイススーパーリーグの FC シオニエ。 レンタル遺跡で加入。2009年1月に、ヤギエロニア・ビアウィストクにレンタル遺跡し、レギュラーを獲得すると、シーズン後に、ヤギエロニアと3年契約を結び完全遺跡した。2011年1月に、トルコ、スユペルリグのスイバススポルへ、遺跡金90万ユーロ、3年半の契約で遺跡。2014年1月には、リーグアンのスタッドレンヌへ遺跡した。 アンダー世代でプレーした後、2008年2月2日のフィンランドとの親善試合で代表デビュー。UEFA ユーロ2012のポーランド代表メンバーにも選出され、グループリーグ第3戦のチェコ戦に途中出場した。2014年9月7日の UEFA ユーロ2016予選、ジブラルタル戦で代表初得点を含む2得点を記録。 UEFA ユーロ2016では、ポーランドの前後試合に出場し、ポーランド初のベスト8進出に貢献した、ロベルト・レバンドフスキ、カミル・グロシツキ、マキノト・モアキ。ありがとうございます。